はい、入りましたね。始まってる？え？はい、入りました。始まってんじゃん。やばい。やばいやば。やばいね。皆さんこんにちは。こんばんは。こんばんは。ハガリが一番顔認証についてない。うわ、ほんまや。やばい。なんかちょっとテレビの音消さないと。流れてる流れてる流れてるんだ。みんなと同じの見えてる。あかん顔認証分からへん。待て待て、すいませんね。待て待て待て、いろいろありますね今日。じゃあじゃあみんなも探して顔認証どれか。つぶやこうかな。あ、つぶやいてよ。うん、そうだね。顔認証どれか分からん。みんな誰か誰か教えて。誰かできる人。手ぶれできる人。分かんないよこんなの。あれじゃない、なんか。違うか。設定？モード？いやモードじゃない。ちょっと待ってね。セットアップはセットアップ。違うな。再生、あ、撮影モードくんが。モードは違うし。いやー、セットアップかな。セットアップな気がする。セットアップ。手作り感。セットアップなんもない。カメラ。カメラ。ホームビデオです。カメラなんか。こ臭いよな。カメラマイクっぽくないですか。カメラ設定、こっちか。そのまま行っちゃえよ。確かに。毎回顔認証される。マリちゃんですよね。もうや無理や。あ、何？今なんか下に笑ってきた気がした。何？今ご注射されてくれます。あ、スマイル。スマイルシャッター。スマイルだよ多分。キリ。これでどうだ。あ、ダメだ。でも惜しいよ、惜しい。え、ロンちゃん。スマイル出してたんだ、それ。ロンちゃん、また。これ、乗るよ、多分、これ、ショールーム後に。キリ、これだ。これ。来た。みんなこっち見て。イエーイ。来た来た来た。イエーイ。さすが、ロンちゃん。できましたね、無事。ありがとうございます。いえいえ。3週ぶりのローリーがこんな感じで、ね、最近ね、すごい思うのが、あのなんていうの、全国で握手会やった時に初めましての人がやっぱショールーム見て、そう多いよね。だからなんていうの、初めましてって言われるとさ、うん、ちょっとさ、あ、初めましてみたいな、ちょっとね、まあ、作っちゃうっていうかね、そうそう。でもさ、やっぱさ、ショールームを見てることは、うん、あ、もう素がバレてるって。え、だってなんか私前に握手会で、あ、またさっきからいじくってる？あれ？なんかショールーム見て、なんかこう全然印象が違いますねみたいな言われたことがあります。握手会と、そうそうそう、握手会とショールームで見る感じと、こっちが本当の橋本でしょ。いやいや、握手会の時の本当の私ですよ。はい、つぶやきました。うん、でもね、昨日ほらごっちゃんねるやってたじゃないですか。はい、やりましたよ。私ツイッターでさ、やっぱ見るわけよ、どういう感じの話題が出てるんだろう。リアルタイムではなく、リアルタイムでも見て、リアルタイムで実況されてるのを見るみたいな。あ、なるほどね。新しいパターン楽しんでて、うん、どうやらなんか昨日私の話題がすごい、あら、そうよ、新しくて、もう橋本がマネージャーにすごい言われてるみたいな。でも橋本が結果的に愛おしいなっていう、いや、そんな感じでなってた。なんか私が抜粋してみたとこは、私はもう社交辞令の鬼だみたいな。そうなの？勘弁してほしい、言われてたのよ。誰に？マネージャーに。社交辞令に？いや、言うのは、話の流れ抜粋しすぎてちょっと勘違いしてるんだけど。いやいや、だから、まあ、こういう風に裏で言われてんだな、ネタ通して言われてんだな、怖いやろ。ネタ通して言われるんだ。そうだよね。私が何も言わないことに関してすごいプレッシャーを感じてるみたいな。調べ上げたんですかね。まあ、怖いですね。詳しくは後ほどアップしたごチャンネル見てください。いやいやいや、見ないですよ、そんな。なんか最近ごっちゃんはなんか裏でのメンバーを常に動画撮ってて、そうなんかメンバーを切り売りして、ね、なんかそんなの番組を盛り上げて、柿の種食べてる私の動画なんか誰が見たいかって話じゃん、まず。いや、でも結構受けてましたよ、マネージャーさんは。マネージャーさん、いや、ファンの皆さんに対して、ファンの皆さんはね、ハチモンのハッピー可愛かったよって見たかったのかな。いや、見る、もう一回見る。いや、もういい、もういい、もういい、悪い顔してた。悪い顔してた。確かに、いただきましたけど。
んだよね。ハシモンはいじってなんぼってコンビニで言ってましたけど、私も人間だから。ハシモンよかったよだって。本当に、うん、これから今度メンバーじゃ動画回そう。あ、まあそうだね。でも最近結構回してるよね。回してるよね。そうだね。回してるけど見せてないで。見せれない変顔みたいなのが多いからね。だからファンの見せるように、見せるように。今度からやりましょう。やりましょうか。ということで、もう3週間ぶりですよね。うん、前回はあれだよね、多分ロビンのソロ曲の話をしたのかな、うん、そう作詞の大阪で発表して、そうそうそう、でもなんといってもね、はいはい、新宿ブレイズのライブ、そうなんですよ、終わったということで、ありがとうございました。ありがとうございました。アンケートしましょうか。じゃあしましょう。新宿ブレイズのライブ来たよっていう人1、行けなかったよっていう人2、はい、2択でいいですかね。そうですね、2択で行きたいと思います。アンケートスタート。スタート。なんかさ、東京でライブするのがこの間少し久しぶりな感じがしたじゃないですか。そうだね、韓国は今年初でしょ。だってそう、豊洲ビット以来、そうか、あの東京は、東京はさあどうでしょうか。締め切りましょう。こっちお願いします。締め切ります。3、2、1、終了。何が多いな、ね、ちょっと青いよ、ね、昨日やったらね、ゴムゴムだったんですけど、あ、やったの今日は。あ、今日は行けてない人が、あれや、昨日よりちょっと多いですね。なるほど、なるほど、うん、あ、でももう1000人か、ね、1500人。でも半分以上の人がね、これでない来てないですけど、はい、これでないですけど、ね、みんな何が印象的だったかなと思って。いや、結構でもこの間のブレイズはさ、違う感じの見せ方をしたじゃないですか。セットリスト結構変わってたよね。そう、変わったの。なんか2人で歌うコーナーがあったりね。新鮮だったね、それが。ちょっとね、画面を下にしてもらえたら、もしきみ、あ、はしもの歌ってたね、歌いましたよ、ランチね、あ、花火、ね、ありがとうございます、花火、山寺さんもすごいでね、幸せ花火、ね、私的に花火楽しかったよ、私も、はしろみで歌ったんですけど、あ、天秤ね、天秤も良かったね、結構あれだね、そう、2人、うん、2人ペアのあれが多いですね、そうだね、で、ちょっとせっかくなんで見せますか、ね、見せましょうよ、行けなかったってコメントしてそびたんで、あ、見せちゃいます、キャモンね、アンコールキャモンね、いいですね、ランチいいな、見たい、じゃあ見せましょうか。見せましょう。何から行く？じゃあ昼公演。昼公演のじゃあ2人コーナーとどんどんなんで。そうですね。まず誰だ？橋本。あ、橋本ローコンビです。コンビ。橋本の、はい、カップルコンビ。ツインズコンビ。カップルコンビ。橋本はあれだよね。やっぱモロリにしか見せない表情があるよ。なんかこの時だけすごい無邪気な。なんかロビンの前でやめろやめろ本当に。今ロンが言ったらまたすぐ乗ったら。いやいやすごいんだから2人して。無邪気な。ロンの前では超魂込めて歌ったじゃん、お互いでもグッズビジネスやめてやめてほらやめてよ、見てください。はい、どうぞ。Thank you.
んちゃん可愛いって来てた。のんちゃん可愛いって来てた。映ってないけど。いやびっくりしたわ今。ボロリンなんか弾けてるってよ。あかん。距離近いね。二人とも。大人っぽい。大人じゃない。のんちゃんどこ？どこどこ？実は客席に。どっちどっち？いる。ランチ。チュチュチュ。モロロビで。モロロビランチ。新鮮だよね。かわいいよねこの曲。ねマジで久々に歌ったよ。モロリンが間違えないかなって心配だった。何していいか分かんなかった。初めて聞く人が多いんじゃない？初めて聞きましたよって。後であれしようら、なんだっけ？アンケート。アンケート。これだってさ、サビとか歌ったことないでしょ。ない。初めてだね。ほんとこの曲ですごい楽しいよね。久々に歌うといいなって思っちゃう。楽しいね。楽しい。楽しかった。あ、来るよもうじき。お、激しいよ二人とも。ヘドバンが。に注目です。この後なんか笑いが起きてましたよね。これやばいよね。なんでやばいよね。わざとでしょ。しかも異様にやっぱ手長い。手長い。しかもやり直してたんで一回やり直して間違えてたから。ダサすぎ。何ね。
裏を取ってるんだよね、モロがね。10年やってると思えないよ。横に後藤しかいないからテンションも上がらない。いやいや、切り替えてるっていうことよ。これでもちょっと評判だったよ、うちら。ねえ、よかったよ。ねえ、まだやろう。あれ、ランチはあんまランチなんかあんまよかったって、あんま言わない、あんま言わない。またタイプがでも違うから、ね、違うから顔怖い、顔怖い。映すよそれ、ロンちゃん後で。注意したの、注意したんだ。え、注意したの。あ、注意したの。パシャロにチューしてくれたことない。愛じゃなくて、ユキが愛にチューしたの。そう。え、曲なんかね、それニュースになってるから、ね、タイミングおかしくない。見てる、見てる、見たけど、知らなかった。タイミングおかしいやろ。いや、キスして火をつけた。あー、そう、キスして火つけられた。ロンちゃんみたいにすぐブチュブチュしないから。聞いてるから。来るよ、来るよ。珍しく。いや、めっちゃ踊ってるから。いや、めっちゃ座ってるじゃん。座ってるわ。一人だけ座ってる。3人立ちですか。なんなら座ってる。なんなら一人座り。見せたいわ。ノリノリじゃん、どうしたの。超ノリノリ。今までにないぐらいの。ないないない。ノリノリだから、もう楽しくてしょうがない。
ね、お送りして。お酒でも飲みながら聞きたい気分でした今。でもこう私の魅力ランチってあったけど、やっぱ最後の天秤にこう持ってかれちゃった感あるなっていう。ちょっと悔しいな。悔しい。正直ね、正直言うと、まあでもグループっていうのはだからそういうの切磋琢磨していくのがグループだと思ってるから、うん、そういうのもいつか持ってきたいって思ってる。会場の空気を、会場の空気を、選曲を、ああ、なるほどね。何でも会場の空気を、はい、まあもう私が全部もらうみたいな。掴み取りに掴み取りたい。いいよ、10年目にしてその志はもう間違ってないです。本当に更新間違ってるわけじゃない。本当よ。それはね。いや、よかったね。いい感じで。はい、これが夜公演。まだまだ。そうですね。まだまだありまして。はいはい。夜公演もいいですか？見ましょうよ。見すぎ？あれ見すぎ？え、でも夜公演良かったよね。あ、ほら幸せな鍋はでも見てほしいな、絶対。いやでも私的にはアンジュちゃんの方がなんかあれだよね、なんか最初の新鮮などうしたのあの歌い方、今までのアンジュとねガラエルすごかった、この二人が歌ってるの新鮮、メラメラしてたよね、なんかえ実はだからいつもアンジュってら私とロビンに歌ってる時裏でああいう気持ちで歌ってるんだってちょっと思わせるぐらいいつもの気持ちが隠しきれない、いつも頭に振ることしかできない、そう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 、そういうことね、いきなり歌ったらこうなるんだよっていう見せてやった。見せてやった。この曲はさ、二人が決めたの。そう、もちろんもちろん。あ、なるほどね。なんかいつも歌ってないパートのところを歌われてるから、なんかいつもと違う見せ方できるかなっていうので、違って。でもなんかやっぱさ、この二人がさ、歌うとなるとさ、こうリハの進行をどっちにするんだろうってなるけど、やっぱ後手がそういう時率先してやってるよ。ついてやってる。ついていったんだよ。もちろん。もちろんじゃないわ、率先してやらないと思う、オロリーなのどうしてそういう感じさ、すぐ受け入れるのかな、そうなんだろう、今の任務全部一人で歌うの初めてじゃない？これ。あ、そうかもしれない。素敵な歌声やなって。ありがとうございます。これ田中麗奈さんが今舞台やってたんだよね。やってました。もう終わっちゃいましたね。不思議遊戯の、はい、主題歌っていうの。主題歌というか、まあ、そういうか劇中歌的な、ね、挿入歌的な、なるほど、何年前の舞台だろうね、結構前ですね、多分4年、4年、そんな前、3、4年は前だって10代ぐらいだったもんね、10代でしたね、20歳になってなかった、ね、はっしゃん黒髪だったよね、
黒髪にしてた、ね、この時は役で全然今と真逆な、うん、髪も長かったし、金髪だったもんね。そうそうそう、そう、うん、懐かしい。地毛でめっちゃいたんだったよ。いたんだったね。懐かしい。いたんだ。ブリーチ初ブリーチ。懐かしい。そうそうそう。それから一回も切らなかった。懐かしい。いいですね。もうありがとうございます。もう会場全部赤じゃん、サイリウムねえ。めっちゃ綺麗れてて。おうわお、あれ表参道は、参道表は、参道表ちょろっと、まあちょろっと、はい、そうね、途中で私が全然モロリンが手差し伸べてたところで、あーいつもなつもこの辺ね、あれじゃない、落ちサビんとこだ、落ちサビ前ぐらい、あ、ちょうどいいんじゃない、うん、ちょうどいい感じです。え、橋本が手出したの、いや、私気づかなかったのよ、ね、モロリンが手出したの、珍しいじゃん、珍しく出したの、ね、裏のモニターで見てたよ、本当、うん、モロリン全然気づかなかったの、もうあの切なさったら本当ないよね。私いつもあれだから、え、私はいつもあれよ、やり返されたのかなと思って、私は歌割り難しそう、難しかった、細かかったね。まだあれ、あ、もうそろそろだよ、モロリンが手出すのね、そうそうそう、モロリンが手出す、 OK、 珍しいね、奇跡の瞬間来た、あ、ガン無視ですから、何だったら、やっと気づいたからね、本当に気まずい話題まで、何事もなかったかのように、近い近い、ごまかしてます、ごまかしてる、欲しい、ちょっと笑っちゃってんだよ、モロリンが間違えたのがヒヤヒヤもんですよ、私は。本当ですよ、間違えんですよ、もう10年やってるんですか、もう間違えたこと一回もないから、本当に、もうよく言うわ、モロリンが思ってる、そうみんなも歌ってだって普段言わないのにね、そう、この選曲意外だったって、2人でだよね、確かに、確かにね、を歌舞伎町にしてほしかったって、私はね、確かにブレイザーね、ここ好きだったよ、走っちゃう、来るよ、お、来ましたよ、イケイケな後藤さん、マイクテスト、マイクチェック、マイクチェック、マイクチェックからの、後藤なんかチャラい、なんかこの二人になると二人とも生き生きしてるね、やっぱいつも生き生きしてるよ、良さを潰してる
え、ジョパン珍しい。マジ新鮮、ね、ステージが励まっちゃってモロリこんな動けるのってくらいマシンマジでこことか初めて歌ったからね。そうだよね。そうだよ。ちょっとちょっとじゃあなんでトラやってた今今一本だったでしょ。本当やってたつもりだったんだけど今やってたけどねおどっちがおるのかな。モロリ意外といいんじゃない、ね、もおっとあ言わないやっぱサイリウムもちゃんと青と黄色でねすごいね、すごい照明もすごい、こんにちは、綺麗ちゃん楽しくなっちゃって煽っちゃったよね、ここで普段煽らないところをあえて煽るニューアレンジじゃん、ずっと煽ってんじゃん。みんなもでもやってくれそう。モロに一人で歌ってる。そうだよ、そうだよ、一人でサビを任されてんだから、ね、やばい、大変だよ。アンディトラですげえでけど、ごつい盛り上がってるな。いやいや、ちょっとみんなでだよ。一人でガジガリ聞いたなんて珍しい。モロリーワンマン。モロリー帰るの？モロリー時代来た。わらわらわら。わらわらわら。わらわらわら。やばい。全然照明が綺麗だった。照明かい。いや、モロリーも綺麗だったよ、多分。モロリーのマイクオンになってたんだね。いつもオフだからね。いつもオフだから。あ、でもいいね。ね。意外とロックの曲いい感じ。二人なんかキュンとするわ。可愛いイメージあるけどね。来ますよ。私たち。ちょっとね、濃いかもしれない。あ、照明が。本当だ、照明綺麗。これやっぱね、青がちょっとやっぱ残ってるほら、ほら個人プレイがあるんだよ。ファンは5人ぐらいいるね。あんま変えてくれない。あ、でもちょっとずつ減ってきたよ。変わってないんじゃないの。青しかないパターンじゃない。ブミ私の前ですごい青振ってるやつがいるよ。ちゃんもう全然笑ってくんないの、ロンの時。いやいや、これだからさ、そんな曲じゃなかった。曲によって変えねえの。すげえ、プロだな。いやいや、プロだわ、マジで。切り替え半端ない。あ、ここね、ちょ、聞いてて。聞いて。気合入ってない。ハシモンがいる。そう。ちょっと
前のミルクラードめっちゃすごかったよ。すごかった。なんだかんない。すごい直眼で置いてなかった。だってすごいなと思って。最後までやっぱ青菜が3人残ってる。いやねー。しかも結構私の前で青菜くるみされるんだね、これ。いや、別にいいんだけどね。いいんだけど。いいんだけど。いいんだけどさ。目立ちます。逆に目立ちますね。やっぱモロリンのファンの方はね、個人プレイの方がいらっしゃるんで。熱い方が多いっていうことにしていきましょう。いや、熱い方が多いんですよ。そうですよ。いや、いいね。楽しかったね。はい、楽しかった。アンドはやっぱ歌い方をこう変えようみたいな感じだったの？いや、まああったよね。でもちょっと、ちょっと。なんか、2人に負けないように歌わなきゃ。そうそうそう。やっぱ2人で4人分のパワーを出さないと。なるほどね。そう、4人の時より、あ、2人で劣ったなって言われたらちょっと悔しいからなんですよ。 それやっぱね、4人で、ボロに結構悔しいって感じあるんだよね。そうそう、もちろんあるんだね。ライブ中はずっと悔しいと思ってる。いやいやいや、ずっとずっと逆にかよ。逆にもうちょっとハッピーだって。楽しい半分、悔しい半分って思いながら本当に噛みしめて歌ってるから。私的に橋本がいるって言った後の橋本のセリフがなんか、私死ぬ気で頑張るからって、私に言ってるような感じで。確かにね。なんて私なのね。ね、もうドロビンにもみんなにもそれを伝えなきゃ。私の瞬間一番めっちゃわーって盛り上がった。盛り上がったらいいな。そこはまあまあ。ごめんなさいね、なんか。結局調布にね、盛り上がった。よかった。またなんかやりたい。あれ、今回全員やったの。でも全部。ここやってない。え、そうなの。だから、意外に出ないの。あ、そうだった。橋本が2回やってるから。で、なんでそこ2人。そうだよ。やっぱなんかイチャイチャしすぎだよ。イチャイチャしすぎっていうか、やっぱもう、コンビって言ったら、みたいなとこあるから。コンビって言ったら、伸び伸びじゃないの。そうだよ。いや、結構昔から橋本かなっていうのは自負してるし、そこはもうちょっと、まだちょっとまだ、はい。伸び伸びよりかはもうちょっとね。ちょっと頭飛び出てる。ちょっと飛び出てる。一発だけ飛び出てるから、っていうとこは。そうなんだけど。ありますよね。何だろうね。みんなもなんかあります？ロビーユキに歌ってほしいの。ロビーユキ、意外とね、すぐ出てこないんだよね。聞きたい。でもなんか逆にさ、セクシーな曲。君バディ。君バディ。あ、バディで。あ、いいじゃん。ずっと声かけて絡み合ってるの。絡み合って。絡み合う4分間。どう？ラブパラとかね、可愛いの。あ、金魚スケだったら。そうだよ。いや、でも金魚スケはちょっとさ、想像できるじゃん。想像できちゃう。やってるからね。そうそうそう。なんだろう。ダンス。ダンス。かっこいい系、かっこいい系歌ってほしいやつ。確かに。かわいいイメージあるからね。私的にはね。本当。ロック系。ロックかっこいい。あ、モメントハンカチーズ最近歌ってない。あ、モメントハンカチーズ。鍋、鍋2人。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 メイン。あ、じゃあ2人じゃなくても1回さ、ちょっと楽しそうだね。あ、確かに。変えてみるのは面白そう。色的にね、橋本にやっぱいい。あ、いいね。やだやだ。楽しそう。だって、これできる橋本、サビ前を。いや、これはできるけど、じゃあなんか私がやったらなんかあんま面白くないと思うんだよね。良さが出ないと。面白い、面白い。でもそこはもろすぎて。いや、それじゃつまんない。予想できちゃダメなんだよ。そう、予想できちゃダメ。ライブは一番できなくないじゃん。確かに一番できない。でも、ゴトゥーはゴトゥーらしく絶対可愛くできちゃうから、すごい愛にさせようとしてるんだよ。落とし入れるし、やっぱマリコさんにはやったわけね。ふざけるなよ、マジで。あ、ほら、いいじゃん。そういうのは大抵みんな乗るんだって私になったら、もうそれやらすときは大丈夫みたいなさ、いいとこあるんだから。いいね、その、いつかやろう。いつかね、まあ可能性的にはそうね、何にしまわらず、はい、何にしまわらず。あとは何ですか？何ですよね。あ、そうだ、あのアンコールの夜公演のさ、はい、あ、そうですね。あれがよかった。モロリー久々のね、はい、トヨスピット以来の何のセグウェイに、セグウェイ行って新宿ブレイズを駆け回ったんですよ今回。お疲れ様でした。また練習した。また練習したの。練習しましたよ。今回は見えたんですか？ね、ステージの上だったしね。そう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 、セグウェイアンコールで。しかもね、回ったりね、なんか、そうじゃん、回転してたじゃん。今回技も入れたりとか、新技。すごい顔してるよ。顔が良かったけどね。ちょっと見てもらえます？見てもらいましょうよ。アンコール部分を。せっかくもね。もらいましょうよ。みんなラブリーラブリーとか来ると思ってた。だね。そうそうそう。本編で今日も歌わなかったら、久々。そうだね。久々。このライブでは初めて。ね。
どんなことが来るのか皆さん予想できてると思います。何だろう、何かの全力漫才とか。アンコール明けだからね。ファイヤー大事だよ、1曲目ね。そういう意思も変わるべきだと思います。結構ね、結構ね、うん、パスワードが超出たな、うん、気になるな、思っちゃったかな。Thank you.
17でしょ、うん、で、あ、迷ってる人が16%。いや、きつ
でもし、だって明日はね、明日はだって名古屋は毎回違うことしてるから、そうですよ、みんなちょっと、知ってました？前回行ったのが、ちょっと前ですけどね、その時は、はい、あれですよね、私の誕生日の前の日、誕生日過ぎた後か、過ぎた後だったので、こう、なんていうんですか、私と違うのがね、歌ったり、私がモロリに泣かされたりとか、そうじゃん、あと春だったので、うん、久々の桜とかね、そうなんです、ね、ちょっと春をテーマに歌ったりしたんですけど、今回すごいよね、モロリ。いや、すごいですよ。いや、今回ちょっとね、また新しいことやりたいねってメンバーで喋ってて、いろいろこう考えた結果、はい、やっぱこう、まあ、聞いて楽しんでほしいのももちろんなんですけど、うん、やっぱ見て楽しんでほしいなっていうのはね、そうですね、誰が言ったのか忘れちゃいましたけど、後藤さんだったかな、かな、誰だったかな、うん、ちょっとね、皆さんに見て楽しんでほしいなということで、はい、今回はもう行っちゃいますか、行っちゃいましょう。やっぱりね、私たちこのアップロントに移籍してから、そうそう、もう本当に上の方のお力添えをいただきながらいろんなね頑張っておりますけども、私たちね大先輩がたくさんいますから、はい、ちょっと今回明日の名古屋のライブはですね、久々に初めてですかね、うん、初めてアイドル10年やって初めてちょっと先輩の衣装を、はい、借りたいなと思います。はい、まあ、もちろん名古屋で、あの、なんていうんですか、新衣装になって歌うのはまだないので、はい、もちろんその新衣装ももちろん着るんですけど、その後にもう一つちょっとスペシャル、はい、お、めっちゃ着てるよ、めっちゃ着てる。だってさ、しかもさっきちょっとフィッティングしたじゃないですか、その衣装着てみたんですよ。そうだろう、うわ、これ見てたよーみたいな、テレビで来たね、めっちゃ見れたよね、これね、ちょっとね、もう泣きそうになるよ、結構テンション上がったよ、普通にめっちゃ可愛いし、もうまず先、あのさ、タグにさ、書いてあるの、待て待て、箸も切れるかみたいな言ったわけよ、切れるわ、ギリ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 、もうここら辺はもう本当にギリギリ詰め込みましたけど詰め込んでおりますけども、いや、でも初だよね、あんなに、はい、なんか、なんて言うんですか、こう、なんて言うの、うちらの衣装、その、なんて言うのかな、バンドの時は結構防衣装だったりとか、うん、あんまこうね、まあ、形とかもあんま言えないんですけど、はいはい、ああいう衣装は初だな、でも本当に初めてだと思う、そうだね、新鮮だった、新鮮だった、私、なんだったらああいう衣装着たくてこの世界入ったから、そうだよ、やっと10年かかって、もう本当にやめてよかったから、なので、もうぜひ迷ってる方はちょっとね、平日なのでちょっと難しいよって人もいるかもしれないんですけど、もし本当に迷ってる人がいたら、はい、ちょっとなかなか見れない、ね、うん、私たちのとてもアイドルっぽい姿をね見ていただきたいなと思います、はい、あの、どこで出るかは、そうですね、当日来てからのお楽しみということで、はいはいはい、ちょっとね、あの、さっきからコメント見てると、ちょっとね、中に、ね、いろいろ違うみたいな、おー、いいね、いい選択してるね、いいです、いいです、ありますけど塩泊まり新幹線とか、名古屋に住んでない方もね、ね、ぜひ、いや、でも待ってます、ぜひとも、当日券もありますからね、ありますよ、ぜひとも、明日は1公演なので、はい、来ていただきたいなと思います、よろしくお願いします。いや、多分ね、あれですよ、あの、ギリギリでも OK ですから、ね、あ、そうですね、ぜひぜひ、はい、来ていただきたいと思います、うん、そんな感じですかね、そうですね、はい、ということで、あとあれですよね、イベントもなんかいっぱい発表されてますよね、あ、そう、発表されてる、肉フェスでしたっけ、肉フェスも関ヶ原合戦みたいなやつの、ね、品川ステラボールでイベントにも出させて、ゴールデンウィークですから、そうですよ、そうだ、あ、もうゴールデンウィーク早い、そうじゃん、みんなゴールデンウィーク、去年は怒涛のツアーだったんです、しかもあれだよね、新宿ブレイズでさ発表したけどさ、うん、改めてね、8月の3日にアルバム発売が決定しております、うん、ありがとうございます、そう、はい、そうですよ、4月の22日が名古屋ライブホールミッドで、23日私たち、そう、ベトナムですよ、初ベトナム行きます、行きますよベトナムにも行くんですよ、準備しないと、準備、そう、ベトナムにも、はい、行った話もね、また紹介するので、そうですね、はい、そして4月の30日アルバム発売予約イベントですかね、ですかね、13時からそして15時から大宮アルシェ見て、もう早速、はい、いやちょっとアルバムのね、はい、レコーディングもかなり、あ、もういい感じに、いい感じになってますので、はい、楽しみにしてほしいね、いや、本当にちょっとね、いい感じですよね、あのアルバム、本当ですね、いや、もうキャモンがやっと音源出た、そうだよ、そう、本当ですよ、もう私を待ちに待ったキャモンがね、しかも新曲も入るんでね、入ります、新曲、あれね、アルバムになったらやっぱさ、ラジオとかでもさ、かけてもらえる可能性がさ、そうだね、そう、増えるからね、ちょっとベゲー君さんの方でもね、力を借りて
六丸ドライブでもお願いしますけど、本当よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。お願いしますか。言いたいことないですか。改めて5月15日のそうですよ、はい、今回ですね、そう、それも言わないと、そう、ドラフトキングさんにお願いしたいと思いました。女性バンド、女性バンド全員女性ということで、めっちゃ楽しみ。なんか初だよね、その、なんていうの、この女性の方だけ。確かにがっつり全員女性はね、初だし、中野の時もね、男性もいたからね、バンドで。しかもバンド自体すっごい久々、カウントダウンライブの時やったけど、カウントダウンライブでは久々じゃないか。バンド編でもあれですから、バンドだけじゃないから。そうだね、そう、バンドだけじゃなくてね、バキバキに踊る私たちも見れれば。そうだよ、バンドならではのアレンジがあったりとか加わった、はい、ね、演出にもなってると思うので、ね、皆さん5月15日大阪はね、はい、チケット1枚で2人入れますから、はい、もしね、大阪から見てる方いるかな、大阪から見てる私いるかな、いますか、まあ、大阪からもうね、私なんかファンの人もやってくれてるんだけど、遠征してでも来てほしい、うん、本当にそう、お願いします。もうちょっと来て後悔しない、はい、ライブにしますので、はい、皆さんよかったらチャオブラチンペティのツアー残り3公演遊びに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。お待ちしております。ということで、はい、もう時間ですかね。もう今日は結構映像をたっぷりお届けしましたけど、お届けしましたけど、皆さん楽しんでもらえましたかね。うん、楽しかったかな。3000人超えたら嬉しかったです ね。確かに、ありがたい。もう終わりなんですよ。早いね。ちなみにこのショールームは来週水曜日の22時からまた。あ、そうだ、ありますね。来週は水曜日が全員なんだね。全員、あ、そうそうそう、放しますので、はい、皆さんお忘れなく、ね、あれですよね、ちょっと場所も変わって、ここじゃなくて、スタジオで、スタジオで派手に、久しぶりのアメリカ人の私たちが飲み明かした、飲み明かしたアメリカ人の踊りですから、はい、スタジオで、はい、筋トレもしましたし、懐かしのスタジオに戻りますよ。ぜひ、はい、来週水曜日10時、はい、またね、水中懐かしい、お願いしますよ。ということで、以上、チャオブラチンクエティでした。